はいえー、それでは令和四年の第一回担当式本試験監査論の回答速報を始めていきたいと思いますえー、担当レックス正人講師草加です、えー、よろしくお願いいたしますえー、まずはね皆さん、えー、担当式本試験お疲れ様でしたまあやっぱりね、えー、一日長丁場で大変だったと思いますで特にですねこの監査論どうだったですかね、えー、我々ね講師陣で回答出ししましたけれどもあのとても難しいと。 いう印象がまあ正直なところですで、えー、先にね、えー、まあボーダーとか皆さん気になってると思いますが、えー、前回の試験は比較的簡単で、まあ、75%ぐらい、まあ、75点ぐらいをボーダーというふうに申し上げましたがやはりね、えー、そこからは下がって、えー、今回はレック会計士課としては、まあ、65点取れれば御の字かなというふうに思っ ほ、えー、他の科目とのね兼ね合いもありますので60点でも全然合格できると思いますしえもしくはねただこの試験で70点取れたらもう相当にできると。 いう,ふうに思える試験だと思い,ますということで、えー、細かくね、えー、細かい解説はま,あまた、ね、別の機会にしますがあの一問一問ちょっとざっと見ていきますけれども、えー、そういった内容でした。で、えー、今回はですね特徴としてはあの根拠となる規定を探しにくいそういったような選択肢が非常に多く出ていると 今までの回答を、ね、作ってる時に今までの感覚だとまあ,あここはこれ,これはここの環境に書いてあったなこれはここに書いてあったなっていうことが比較的ね分かりやすかったんですけれども、えー、今回はですね解いていて回、まあ、答はこれだろうなと思ってもどこに書いてあったか分からない、ねえー、探すのが大変だあるいはですね実務をやってたら当たり前なんだけれども。 えー、受験生これはつらいだろうなと、ねえー、いうような問題があ結構出てましたね。で、えー、だからといって重箱の隅をつつくような問題っていうわけでもなくてですねまあ今回はちょっと受験生泣かせの問題だったかなと思います。まあみんなね同じ状況ですからあのそういった意味ではあのそこで、えー、できるだけ、えー、みんなが取れるような問題を取っていくもちろんそういう問題もありました。 正当可能性で言えばレックとしては高いというふうにしている問題も20問中8問はあってねその8問についてはおおむね取ってほしいと間違っても1問程度にしていただいてその8問のうち7問は取っていただきたいと。で中程度の問題も7問ぐらいあったので、まあ、そこでね半分ちょっと取っていただくということで、まあ、なんとかね合格ラインに載せてほしかったかなということでちょっと先に全体的なものを えー、移したいいと思います、えー、レックの解答速報とこの正答可能性ということで、えー、こういうふうになりました。えー、全20問全部ね、えー、5点の問題で、えー、正しいものの組み合わせを選ぶ問題でしたねその傾向は変わらずと。しかもですねここの出題内容を見てもですね例年と何か大きく変わることはないんですね。ですから 範囲的にはまあ大体いつも同じしかも最初に財務所要監査総論が来てねそしてまあ公認会計士監査まあここら辺はいいんですけどここのねの視点から見たコーポレートガバナンスとここは難しいですよねコーポレートガバナンスの観点で受験生勉強してないと思うので、えー、公認会計士監査っていうところはねまだいつも通りなんですけどもコーポレートガバナンスが出てしまったまあここは難しいですけれども次にね会計士法禁書法 が2問出て会社法市販機内部統制品質管理と保証業務もうこれなんかね前回の形式と、あのー、ほとんど、まあ、前回の出題内容とほとんど同じですよね。で、えー、監査の目的この辺でまたね監査基準の最初の方が出てきて守秘義務が出てきてでその後法の内容ですよね監査調書監査計画監査リスク、えー、実施した監査手続き会計上の見積もり監査報告書の記載事項ね。 意見表明しない直接の原因となり得る事象または状況。まあ、この辺なんか、ちょっとね、思考としては新しいですけども、で最後不正リスク、不正リスク対応基準。ここも毎回そうですね。で、えー、今回はそういった意味で、内容的には、まあまあ、そんなにいつもと変わらないんですが、えー、出てしまいましたね。新しい換気法の五百四十と七百二十。えー、これはですね、まあ、どうかなと思ってたんですが。 あの今回の試験そもそもね令和2年の11月の監査基準改定は試験範囲に入りますよってアナウンスありましたなのでレックでもねそこの部分は取り扱っていたそして4月1日時点のね換気法、まあ、法令に基づくわけですから4月よりも前にね1月だったかな令和3年の1月に出た換気法の720と540、まあ、これは試験範囲だろうというふうに踏んでいてそれがまた出てしまったと。 一方で換気礎315は6月に改定されているので4月1日時点では改定されてないので出ないだろうというところでまあ確かにね315の細かいところは出てないということなのであの実務上適用されてない,3、えー、ごめんなさい720と540、ね、その他の記載事項と会計上の見積もりこれは実務ではまだ適用されてないけれども、えー、出てしまったと。 いうことです、ね、まあ,あの厳密にはその他の記載事項というのは今度のね令和4年3月期の監査からまあ通常適用と、まあ、早期適用は可能でしたけれども基本的に通常適用もされ,はされてない状態で、えー、環境720は出ているし、まあ、会計上の見積もりもねあの新しい基準として出たということでまあ今後もですねあの担当式試験に関して特にね言えば実務であの本適用 開始にななってないからといって、えー、出ないとは限らないということがね、えー、今回の試験でも言えるかなと思います。でごめんなさいい戻りましてて、えー、こう見ていくと、ね、そういった時にまあ今みたいなその、えー、新しい換気法から出ているというところが特徴的なのとあとはね今回はあのー、比較的そういう回多いんですけども前半が難しい特に難しいです。 もう前半からね、えー、これ人によって解く順番違うと思いますが1から解いいいいてったたた人はこれれなととううふうに思思われた方多いと思います、えー、会計士課ではね、えー、正当可能性中程度にしようかなと思ったところも、まあ、あるんですけども、まあ、受験生のことを考えると正当可能性低いってした方がね、えー、感覚に合うかなということで低いがあかなり前半に固まっています。 ねということで、えー、こんな感じですなので、えー、これをベースにね、えー、全体像をざっと見ていきたいと思いますあとですね、えー、問題十一、えー、これはですね正直なところ回答があわ分からないというのはねあのちょっと誤解生じるといけないですけれどもあの正直回答があのまあ二つ出てもおかしくないなというような 感覚ではおりますね、えー、何度もこれ議論したんですけれども問題11に関しては、えー、難しい回答が絞りきれないただレックとしてはね、えー、まあ4、まあ、で出してますけどもこれもねでは、えー、ざっとですけどね今回は回答速報なので、まあ、ざっと、えー、見ていきたいと思います。 問題1ですねまあこれはね正当可能性高いにしてるんですよで個人的には中でもいいかなと思ったんですが他の問題が難しすぎて相対的にこうにしてるということですねでえっ、ー、とまああのざ的と「あ」のね、えー、ここ不正リスク対応基準が、あのー、全ての監査で適用されるわけじゃなかったですよね上場企業等なので「まあ」あはね、えー、切れるとでえっ、ー、と「い」はねこれは正しい選択肢なんですけどもこのですね あの監査人が職業倫理に関する規定に従って会社から独立していてあとその他のね倫理上の責任を果たしているっていうのがあ監査意見の根拠に記載されるこれはね監査報告書を壁に貼って読んでくださいって言ってた何度も読んでくれた方、ね、できたと思うんですけどもこれ監査報告書を読めてなかった方はつらかったかなと思います。はい、で「う、えー」ウもね、まあ、これそのままで正しいというところでまあ分かりにくかったかもしれないですけど「う」は正しくて。で えの、ねえー、企業や株主が監査品質についいて評価する必要はないとこれはね、えー、まあなんとなく文脈から×かなと思っていただいたかもしれないんですがこのね監査品質を評価するっていうのもねこれも監査人を選ぶ上での品質評価っていうのは大事じゃないかっていう議論が最近あります。ねえー、ということで「はでイ、まあ、と「ウが「丸っていうところでねなんとかここ答え出せればよかったかなというところですね。はい で、えっと、問題にこれはね正当可能性一応てまあ中でもいいかなっていう声もあったんですが定にしています。で えと特にねこれまず「い」のところでねこれ迷っちゃったと思うんですがこれ「監査人と利用者との間の議論をさらに充実させるとこれはねこの「カムでは言ってないんですよね。これ「い」は「カムの選択肢ですけども「カムではね経営者と利害関係者との対話の促進っていうことがまあ改定前文とかにね書いてありますからこの「監査人と利用者の間」っていうところが誤りかなと、えー、いうことですね。はいでであと A でね迷われた方 あいると思うんですけども絵はねこれガバナンスに責任を有するものはこれその通りなんです取締役会と監査役等これはそのまま、えー、環境269項過去に、ね、そのまま書いてあるんです。ねえー、取締役会入んのかよと思ったかもしれないです。でこれはね過去に本試験で出てるんですよね。 このうちガバナンスに責任を有する者のうちコミュニケーションの対象となるのは監査役等ただガバナンスに責任を有する者は取締役会も含むんだというところでね絵が正しいっていうのがこれがねちょっと判断できなかったかなというところですね。はい、で、えーとまあ、あのね業務上知れた情報はこれ監査役等は 会計監査人に伝えることが期待されてます、まあ、連携がね期待されてますしえ内部監査っていうのはね今度法律で義務付けられてないけれどもこれがね、えー、適切なコミュニケーションを行うことによって監査人にねさまざまな情報が提供されるということで「う、まあ」ウも正しいということなので、まあ、これ「う」は正しいというのは何となく分かったかもしれないけれども「え」がね難しかったかなと思います。ここれれが問問題題でででしたなののは答ええとエですね 会計手法の問題これどうだったですかねこれもですね正当可能性これも中華低かなっていうところでしたけども最終的に低にしていますね。でこれはですねまず最初の「あ」のところでこの業務報告書なんていうのは、まあ、これ正しいこと書いてあるんですけどもこんなの知らなくていいんですよ。ただあはね分かりますなぜならば全ての有限責任監査法人が監査報告書をね公衆従来に教室って書いてありますけどこれ「 監査報告書つまり監査を受けなきゃいけないのって収益の額10億円以上でしたよねですから全ての有限責任監査法人ここでもう「あ」が罰でっていうことで切れるということはあるんですがそれ以外がね難しい。いはまあこのね品質管理の話は品質管理基準と整合的だっていうのは、まあ、ここは別に罰にしようがないんですけれども「う、えー」のですねこの協業の話監査法人の、えー、社員が 監査業務はねもうやっちゃいけないです絶対やっちゃいけないです監査法人の社員が他のところで、えー、監査業務をやっちゃいけない ですけども監査以外のね二項業務についてはこれ全員の同意があった場合にできるんですねだから社員の3分の2の同意っていうのはここ誤りこれはねまあちょっと過去問とかで勉強されてた方はできたかもしれないけどうもちょっと難しいし絵はこれその通りなんですだからまあその通りなんだと思って読んでいただく必要はあり読んでいただけばいいですけれども絵なんていうのはこれ実務に出てないとわかんないですよ なのでここはね、えー、難しい時にできなくてもね正当可能性低いっていうのは、まああのー、今回正当可能性低い問題が、えー、とちょょっとここを移しましまうごめんなさい全体でねこう、えー、が8問中が7問定が5問ですけどもこの中で1問でないし2問取れたら同じかなっていうところですよね。はいということで、えー、問題3も正当可能性低い問題で答えは「とへ」ということですね5番ですね。 はいで問題4はですね法監査の問題ですねで問題4はこれはね正当可能性中にしてますでなぜならばあのねこの1年以内の期間を決めて、えー、監査証明の不受理これ実は私のレジュメにも載っけてあるんですけどもここはちょっと分かんなかったかもしれないただ「い,い」でねえっ、ー、と これ公認会議士監査法人は内閣総理大臣が公益または投資者保護のために必要かつ適当である,あると認める場合であっても守秘義務の観点から、えー、なんかね監査証明について参考となるべき報告または資料の提出してはならないこれは誤りですよね。でこれはあの講義でも言いましたけど内閣総理大臣が公益または投資者保護のために必要かつ適当だと認める。ね、国のトップが 公益または投資保護のために必要で適当だって認めたらこれ何でもありなんですよ。何でもありだからあのー、ね、えー、この文脈ってよくあのよく出てるんですけどもこれいわね罰だというのはまあできるかなとあとねうもですねこの 法令違反等事実があった場合は、これ必ず書面通知しなきゃいけないっていうのは、過去の本試験で何度も出てるんです。だから、過去問をね、私の、あの、講義を受けてくださった方は、何度も過去問をやってくださいと。ね、過去問を完璧にしてください。お伝えしてるんで、まあ、ここは過去問をやってればできるかなというところで、うも切れると。だから、まあ、これはね、え、あと、絵が答え、まあ、そういう意味で、あと絵になるということですね。 はい、なので、えー、そういう意味で消去法で「い」と「う」が×だというふうになるので、まあ、答えは出るかなというところです、はいえー、では問題5にいきましょう問題5はねこれはね問題5は取れないとダメだった金賞法の問題なんですけどもこれもねあ見てくださいもうこれ,これは過去問でも 何度も出てる典型論点だらけの典型論点ノンパレードですからもうこれは必ず取るとで内部統制報告書の訂正した場合の訂正内部統制報告書はこれ監査証明不要でした、ね、これはもう明らかに罰とで有価証券届出書は監査証明必要でした、ね、これイは「丸とで、えー「ウのですね臨時報告書「臨法」は監査証明不要でしたこれも何,何度も出てる。ね、で えこれはまあ知らないかもしれないけど「あの」あと「う」がね明らかに誤りと。で「絵のね確認書っていうのはこれはねあの有価証券報告書をエリネットかなんかで見たことある人はね確認書って確かについてるけどそんなのに監査証明、えー、なかったと思いますしそもそもね誰も確認書に監査証明必要なんて聞いたことないですよね。 ということで監査証明不要まあこれは正しいんですただこれはあとうで絶対にできるんで、えー、ここはできなきゃいけない問題でしたと、ね、これが問題5ですはいで問題6いきましょう問題6はねこれ会社法監査の問題で、えー、これも正当可能性低いですよこれ難しいね ままずあがねこれよくかかんなかったと思います意外とあの考えないでするっとできちゃったかもしれないですけど「あ」のねこの定款で会計監査人を置くっていうことを廃止した,廃止したと、ね、定款の定めを廃止した場合にはこれはですねその定款変更の効力が生じた時に会計監査人はねもう 任期が終わりとということでこでれは実は実会社法に書いてあるんですね会社法の、えー、338条3項かな書いてあるんでただここまで読めてなかったと思いますが、あのー、実は書いてあったとまあこれ難しいですよねただなので「あ」は別に総会決議で解任しなきゃいけないわけじゃないとこれは罰です。 でえー、はで、ね、これは企業法でも、ね、やってると思いますけども、えー、会計監査人の監査意見無限定適正意見で、えー、監査役等が、ね、相当でないと認める意見はなくてで、えー、しっかりと、ねえー、通知すべきまで日までに、えー、通知をしていると特定取締役と会計監査人に、えー、通知しているという場合は定時総会での承認不要だけども報告事項になると。 これはまあできてほしいかなというところですねまあ「い」は「丸ということは分かってほしいただね「い」でイは「丸で分かるとで「う」もですねこれ総会決議によって旋回認されるんですけどもこの議案、ね、この議案の内容はこれは全員じゃないですよねこれは過半数の同意ですから「う、まあ」ウが×これ分かるんですよだからイとイが丸「い」と「い」が「丸う」が×は分かるんだけど「あ」と「え」はねこれは厳しいですよ あもね、えー、これが×だったってことも分かんなかったかもしれないし A がねこれは正しいんですよ。で連結計算書類はこれはあまずね、えー、大会社であってかつ UFO 提出会社これはあ連結計算書類の,監査書あの連結計算書類を作んなきゃいけないと。で連結計算書類っていうのは作んなきゃいけない場合も任意で作っちゃった場合も作ったら 監査が必要なんですだから連結計算書類はこれ会計監査人の監査を受けなきゃいけない正しいんです連結計算書類は代会社かつ UFO 提出会社は作んなきゃいけないだからもう当然監査も受けなきゃいけない、えー、そうじゃない会社は作んなくてもいいんだけど作っちゃったら会計監査人の監査を受けなきゃいけない。プラスここれれねね、えー、臨臨時時計算書類はこれは、ねえーまあ臨時の配当を 計算したりするときに臨時のね、えー、決算をすると臨時計算書類は、えー、BSPL だけはこれはね会計監査人の監査を受けなきゃいけないここ知らないですよねはいなのでこの絵は正しいんですけどもこれはできなくて良かった問題ですねはいで問題七四半期レビューに行きたいと思いますはい問題七はですねこれは正当可能性高い問題ね、えー、ですで四半期レビューについてはまずねあのこの何かあのー 適正に表示してい,ないまあ間違いがあるとしても実証手続きは四半期レビューでは絶対やりませんから実証手続きやんなきゃいけないっていうのはもう明らかに罰ということですね。でえー、と「い」の「他の監査人の利用」まあこれはねそのままの内容なのでまあ、丸ただ「だえう」ウのねごめんなさい「う」の年度の監査計画とは独立して策定これは明らかに誤りですよね。 年度の監査計画の一環としてっていうふうにこれも勉強してますから、まあ、ここはね「あと」「う」で明らかにツなのでもう「い、えー」と「え」が正しいっていうことには自動的になっちゃうということでここは取れ,取,れ取れなきゃいけないね問題だったと。で、えー、と問題8ですね、まあ、内部統制監査、まあ、これはね中程度かなというところですね。 なんで中程度かっていうと、まずあのところはね、まあここは丸だ丸でいいと思うんですよ。企業の事業目的に大きく関わる感情科目、まあ一般的にはね、売上売掛け金棚卸さんなんて規定されてますけども、別にね、それはあの一般的なことであって、ただ原則企業の事業目的に大きく関わる感情科目に至る業務プロセスはすべて評価対象。これは正しいですよと、ここはまあ丸にしてほしい。で。 いいもね実はこれ罰にして欲していんです、ねえー、これはあのー、監査人は経営者の評価結果を利用しない場合にはねこれは評価方法を具体的に検証しなくてもいいんですこれ過去問出てましたよねつい最近のだからそれやってればできるんです同じです全く同じ選択肢、ね、経営者の評価方法を具体的に検証する必要はないですよ経営者の評価結果利用しない場合はねここ23回の間に出てますで うはねこれは似たようなのがでも出てるんですけどね過去にねあので I T にかかる全般統制の不備があったとしてもこれイコールね直ちに開示すべき不備なんだったらあの逆にそれ勉強でやってるはずなんです I T にかかる全般統制の不備は即開示すべき重要な不備ですよこれそんな勉強してないですよねここはあの、えー、嘘ですだから嘘っていうのはなかなかね難しいんでここはちょっとバツにしづらかったかなと思いますしかもこれ A も難しいんですよ A ね、これはあのー、開示すべき重要な不備があるとした経営者の評価の結果を適正だと、ね、つまり開示すべき重要な不備があるっていうのがその通りだという状況でそれでですねかつ期末日後に、えー、実施した是正措置が内部統制報告書に記載されてるんだけどもその是正措置の記載が不適切な場合、ね、この場合はね限定付き適正意見なんです。 えー、されちゃった方ね、えー、いると思うんですよただねこれは実は例示で実施基準ね、えー、内部統制の、えー、実施基準、えー、3の5の括弧1のあたりに <laughs> すいません、えー、これ、えー、この是正措置のね虚偽表示不適切な場合には限定付き適正意見だっていう例示があるんでねこれは正しいんですよだからあとへここがですねまあ意図を罰にできたらよかったんですけれどもなかなか。 ちょっとねうとえで難しかったんじゃないかなと思いますはいということで正当可能性中程度で次に、えー、問題9ですね監査の品質管理、えー、これはね正当可能性高いんですよこれもあのいとえで判断できますでえー、っといはね えー、これも何度も出てますよね過去問で。審査担当者が監査業務実施中の責任者からの専門的な見解の問い合わせはもう全く応じていいですよって何度も出てるので応じる行為認められてないっていうのが誤りと。で 絵、えーえー、のとこころねねれもももう何度も出てますよ、ね、あの判断のういチーム内とか専門的な見解の問い合わせの、ね、担当者とかいろんなあの監査法人の,そのチームあるいはそのチームーの外の、ねえー、ところの専門的な見解問い合わせの助言者とかそういったところでもとにかく意見がまとまらなければ監査報告書発行ししちゃいいけないってい話でした意見がとにかくまとまらなければ誰かの一人の判断で監査報告書発行することはできないので、まあ、これは意図 A で明らかに罰と。 ということでねまあ「あ」と「う」を正解に選んでほしかったというところです。はい、で問題10の補償業問これは難しかったですよね。これあの一見ね読み間違ってしまいそうですがまず「あ」のところね ははは業務実施者は主題にに責任を負うものななることはできないそうですねえー、自分が主題に責任を負うものになることはできないけども主題の評価者または測定者になることはあると、まあ、これはダイレクトレポーティングの話ですよねダイレクトレポーティングはあまあアメリカ版内部統制なんて言ってね習ったかもしれないですけどもえー、監査人が評価しますよね内部統制の有効性を評価する。ということで評価者になることとか測定者になることはありますので「あ」は正しいと。で ののね責任をを対象範囲はあの適用される保証水準の際により影響を受けないと例えばこれ保証水準で合理的保証業務と限定的保証業務つまり監査と四半期レビューとした時には当然ねこれ保証水準が違えば責任の範囲もね変わると、まあ、ここはなんとか罰というふうに読めるかなと思います。で うはね、丸か松か分かんなかったと思いますが次第に責任を負うものが次第情報の内容とか範囲を、ね、決めてそれで保証業務をしてもらうこれは別にあのダメという規定もなくてね保証業務は次第に責任を負うものが次第の内容とか範囲を決定できるものがあると。 いうことです。あのアグリーダーポンね、えー、合意された手続きと勘違いしないでくださいね。合意された手続きというのは、合意されたね、その手続き自体をやることによって、えー、その手続きについて監査人の判断が入らない。監査手続きについてあまあ監査とは言わないですけども、えー、その監査人がやるべき手続きについて判断が入らない。プラス結論の報告もしないっていうのが合意された手続きですけども、ここで言ってるのはね、単に取材責任を持つのが取材情報の内容とか範囲を決める。 でそれについて保証業務をやるということはねこれはあり得るんですねはい。でまあこの絵はね、えー、この、えー、基準ね、まあ、適合性があるかどうかという話でこれはですねこの、えー、適合性があると実施が判断できない場合にその基準をね、えー、明示するってここは誤りなんですまあ、これはちょっと絵は無理でしょうここはなんでこれ受験生に対してこんなこと聞いてんのかが正直よく分かんないですよねこれはちょっとあの 会計士試験としてこの選択肢をなぜ出すのかなというところですけどねあのー、まあ難しかったと思います、えー、あがまる、えー、いは×ぐらいまでいけるけどうとえでね、えー、ちょっとこれはあのー、悩んでしまいますよねということでここの問題できなくていいですよ問題1はねはいじゃあ後半戦いきますえー、と問題十一これが今回の問題で一番難しかったというか答え いまだに、あの本当はどっちなのという思いもあります。えー、レックでは四だし、まあ四じゃなかったら。えー、っと、どうするんだっていう認識ではいるんですね。なぜならば、まずね。あのところで、あの。この一般目的の財務省の監査とね、特別目的の財務省の監査で、保証水準が異なるなんて、これどこにも。あの、書いてないので、これは嘘なんですよ。ただ。あのいとうとえ、これは全部丸なんじゃないかっていう。 そういういことなんですねでじゃあ全部丸だとした時にうんどこがより丸かと言い方変ですけどもどうかと見ていくと「い」も「う」も「海底全文」そのまんまなんですよ。 でいわ平成14年のね監査基準改定,時の改定時に第一の監査の目的が追加されたんですね。でこの時に確かにね経営者は財務省を作成する責任があると。で監査人はそれに対して意見を表明することなんだというふうに、えーね、第一監査の目的皆さん完全に覚えてると思いますけど明示されてますよね。経営者の作成した財務所要が っていうとこね。それに対して監査人が自ら入手した監査証拠に基づき判断した結果を意見として表明するということで、まさに新たに明記されているんで、今もうちょっとここがね、うーんと99%丸だろうと思ってるんですね。でウですね。ウのこれ。 えっと、一般目的も特別目的の財務所要もね、えー、これは準拠性、えー、可能ですし適正性もどっちも可能なんでこれたすきがけ,けどっちもできます一般目的が、えー、適正性も準拠性もありだし特別目的が適正性も準拠性もあると。でこのね、えー、に関する意見表明が可能であることが付記されているこれも改定前文にそのまま書いてあるんです。ということでも99正しいいだろうと、ね、いうこととねこなんですじゃあなんで絵がね、えー、罰なのっていうことなんですよ。 でこれ一般目的の財務報告の枠組みを基礎として作成された特別目的の財務報告の枠組みがつまり特別目的の財務報告の枠組みが適正表示の枠組みである場合は適正性に関する意見表明しなきゃいけないとこれ普通に読んだらまるですよね適正表示の枠組みだったら適正性意見なんですよそれそ絶対そうなんですよ準拠性のね枠組みだったら準拠性に関する意見なんですよだから ここもね丸だろうとただイとウはこれ海底全文そのままなんですそうするとイとウをねバツにしてまでのどっちかをバツにしてまで絵が正しいとは言えないとなってくるとじゃあ絵の根拠は何なんだというところでいろいろ調べましたね我々みんなでいろいろ調べましたで、えー、環境800とか805の Q&A が出てるんですけどもその Q&A のね6の解説2-1っていうところにあの 適正表示の枠組みって言ってたとしてもその要件をね適正表示の枠組みっていうを満たしてたとしてもその満たしているのが形式的に満たしていると適正表示の枠組みだったとしてもそれが形式的な場合にはそれは準拠性の枠組みとして扱いますよっていう規定が Q&A があるんですよいいですか。適正表示の枠組みと言っても 形式的な適正表示の枠組みの場合には、それは準拠性として扱うと。そうしたらね、準拠性に関する意見を表明するんですよ。だから、これ、適正表示の枠組みであっても、形式的な場合には準拠性意見もあり得るっていうことで、絵をバツにせざるを得ない。こんなのね、あの、もう絵なんて、これ、もうこんななんで出したんだと。本当にこういう問題出さないでほしいですよね。あの、これはあの、意図が全くわからないです。ね。あの、今みたいに。 絵を罰だという前提でで解釈してそれでねをじゃあこの適正表示の枠組みというのは形式的なんだろうとそういうふうに捉えた場合には確かに適正性意見じゃなくて準拠性に関する意見だともう仮定をを置いいて罰にせざるを得ない、ね、だからこれ「あのう」と「え」っていう回答もあのもちろん出てくると思うんですただね「い」いを「×」にできないんですよ改定全文と一緒だから。ということでエレックとしては「い」と「う」。 絵はあの曲がりくねった解釈をしてですね、曲解をしてですね、そしてバツにしたということになっています。うん、ここはちょっと本当に回答がどうなって出てくるのか、あの正直ね、あのわからないですね。あの自信を持って絶対イとウだろうっていうふうに断言できない。なぜならば絵をバツとするだけの根拠が乏しい、い、えー、相当仮定を置かなきゃいけない。ただそれ以上にイとウをバツにできないっていうことです。ね。 これはちょっとあの問題11は回答割れると思いますね。はい、えー。では問題12に行きましょう。主筆義務です。あちなみにあの個人的にね問題11は個人的には意図ウのを4だと思ってますよ。個人的にはまあ、模範回答も読んで解決し監査審査会で出してくると思ってますけどもあのまあ難しいですね。 はい、で問題12いきましょう問題12、えー、守秘義務です守秘義務はねこれは正当化高いまあ,あのよく出てくる話で、えー、監査任用停車はね契約締結するかしするとしないとに関わらず文書でね守秘義務を負うことについてあの確認しなきゃいけないしあとね、えー、監査契約書か約款に交代の場合の守秘義務解除は明記しなきゃいけないもうこれあとに見た瞬間に正しいとやってほしいんですね、はい、で問題13 えー、監査調書はね普通はすごい簡単な問題として出るんですけどもあの今回中程度でしたね。というのはまずね「あ」っていうのはこれ実もやってたら当たり前なんですけどもこの審査の内容をね監査調書に含める必要ことはないとこんなことはどこにでも書いてないっていうのは皆さん、えー、いうところから罰にできればよかったし実際に審査もねあのこれはもう当然監査調書に含めるもんではあります。はい で、あと、えー、いのところですね。いは、これはそのままですよね。経験豊富な監査人が理解できるように監査聴取を作ると。だから、いは絶対丸にしてほしいと。で、うのね、修正前の文章を監査聴取に残さなきゃいけない。これも絶対ツなんです。だから、い丸うツは分かるんです。ただ、あがツだっていうことと、あとね、えの、この例外的な状況。ね、普通は、監査法かあの、 監査報告書日から、ね、60日程度を超えない間に監査調書の整理をした以降は監査調書をね、えー、いじっちゃいけないんですけども例外的な状況でいじる場合もあると、ねえー、例外的な場合で、えーまあ、監査調書を、ね、追加変更しなきゃならない場合があるよということでこれは丸なのでまあちょっとね「あが」がつと言えればあの消去法でできたかなと思いますけどここはちょっと難しかったと思います。はい で問題重要の監査計画普通ねこの監査計画もそんなに難しくならないんですが今回はね正当可能性中程度ということででまああはこれはいいと思いますね経営者にあの内容監査計画の内容を知らせることはできないこれは有効性を損なわないための配慮は必要だけども伝えちゃいけないなんて言ってなかったと、ね、いうこととあとねあのー このうもねいつもやってる当たり前なんですけどもこれ難しかったですね初年度監査では監査計画について必ず審査を受けなきゃいけないで、監査計画についてね審査を受けるって話がまずこれあるんですよここも知らなかったですよねで、しかもこれはね継続監査でもそうなんです監査計画は必ず審査を受けるんですだから継続監査と異なりってところは罰でまあこれは難しいうーんちょっとここは難しいただね E のこの基本的な方針は具体的な監査手続きの範囲や種類を定めることを目的としたもんじゃない基本的な方針はそうだしあとね監査計画の策定にあたって IT のね利用状況を理解するんだけども IT の利用状況によってはリスク評価に影響を及ぼすとまあリスクが変わってくるとまあそれもその通りなんですね。ととととはまあ罰にははににででででききななないといううこここたただまあちょっっをねかか思のも中程度 中程度の問題はまああのですでここでねもう新しい監査リスクのね話出てきましたよね固有リスクの話で、えー、この固有リスクは虚偽表示が生じる可能性とね生じた場合の影響を組み合わせるんだとこれま,たまさに新しい監査基準の話です。えー、で、えー、正しいと。でこれは金額的な影響だけじゃなくて質的な影響も含むので×と。 こで固有リスクは、まあ、これ金利とか為替などの経済状況を検討する,することになるのでツとまああとは×なんですがただね、えー、これ「う」と「え」は絶対「丸なんですよ。統制リスクはね、えー、ゼロにはならない、ね、内部統制の限界がありますから、えー、これ絶対に「えー、うわ」は統制リスクはゼロにならないっていうのは「丸だし「え」のね、えー、発見リスクの水準は監査手続きに影響に関係するんだと。 で、えー、期末日近くとかね監査範囲を拡大する、えー、昇降力の強い監査手続きをやることによって発見率が低くできるともううとえが絶対丸なのでこれはね、もうあといか分かんなくても、えー、ま正解してほしい問題でしたはいで、えー、と問題16、えー、ですね、えー、監査人が実施した監査手続きの問題これはね、中程度なんですちょっとこれも実務をやっていないと難しかったと思いますねで、まず、えー、とあ意外とこれはね、難しそうで これ丸にできたんじゃなないいかなと思います、ねえー、経営者の利用した専門家とその業務の評価をすればねその,利用あの,その、えー、業務についてねあるいは評価結果について監査証拠として利用できるとこれは OK。で、えー、この次のね売上について期末日のこれ実務的ですよね2ヶ月前までの期間で実証手続きと、えー、を内部統制の、ね、運用評価手続きと二重目的テストを実施してここの後なんですよ。残った期間 で、ね、残りの2ヶ月については、リスク評価のための分析的手続きのみを実施とね。残りの2ヶ月はリスク評価手続きしかやってないって言ってんです。これは普通に考えてバツですよね。残りの2ヶ月はリスク評価手続きだけとね。残りの2ヶ月はね、えー、必ずリスク対応手続きやんなきゃいけないですからね。誤りということになります。 あと次の「う」もね12ヶ月の募集団のに対して一部の特定の月からってこれがもう特定項目になっちゃってるからもなんですだからねまあ「い」と「う」でねなんとか頑張って考えて「ツにできればよかったかなっていうところありますよね。ただねののこの 手続き実施上の重要性よりも少額の許容虚偽表示額を設定してその結果を評価したってこれ許容虚偽表示額イコール手続き実施上の重要性としなきゃいけないっていうのは罰だっていうのが過去に出てるんですよ本試験でだからその問題を解いてた人はこれ丸立てできるんですよだから問題16はね中程度ですけども過去問やっっててたた方はははねねでできたかないいうところはあるんですねはいじゃあ残りもうちょっとね問題17。会計上の見積もりついにこれ ついにというかでえっ、ー、と「あ」はねこれ難しかったと思いますが複雑性とか、ね、主観性が非常に低い会計上の見積もりはこれリスク評価手続きを簡略化できるって書いたんですけどもまあなんとなくねリスク評価手続きも対応手続きも行わなくていいってこれはまあなんとなくおかしいなと思ってツにできればよかったんですがこれはね基準上書いてあるんですね。あとのですね次 この会計上の見積もりが複雑とかねその他固有リスク要因によって大きな影響を受ける場合に、まあ、確かに職業的専門家は、ね、としての会議心は常に持たなきゃいけないんでこれはそうなんですよ。もう四半期であっても年度観察であっても常に一定以上の会議心を持たなきゃいけないんだけどこれさらにこのね会計上の見積もりの不確実性が高い場合にはさらにこの職業的会議心を高めるっていうねそういうような特に重要だっていう規定があるので。 変変わわららなないいいっていうかね最低ラインは変わらないんですよもう四半期でも年度でも最低限の職業的会議審は保持しなきゃいけないんだけどもさらにこの状況は高めるっていう意味でこの変わらないっていうのが誤りだということでまああと「い」が罰なんで「う、まあ」ウと「え」これも正当可能性中程度でしょうね。はい、で「う」のね会計上の見積もりに関してこれ特権リスクかどうかはこれはね見積もりの不確実性の影響の程度を考慮するってこれはまさにその通りで「う」は丸にねできるかと思います。あと、M、もですねこれ 内部統制が有効に運用されていると想定する場合には関連する内部統制の運用評価手続きを実施とまあこれね有効だと想定する場合には運用評価をやんなきゃいけないですよね裏付けるために有効性の想定を裏付けるためにやんなきゃいけないで実施した上でここがね何か言い方がリスク対応手続きを実施しなきゃいけないとえっと運用評価手続きもリスク対応手続きじゃんっていうふうに思われた方はすごい勉強してるんですよその通りなんですよこれ リスク対応手続きじゃなくて実証手続きっていう意味で書いてんでしょうね。だって運用評価手続きをやった上で残りはリスク対応手続きの中の実証手続きですからね、まあ、詳細テストか分析的実証手続きなのでちょっとここで言い方引っかかっちゃったかもしれないですけどもでもまあ実証手続きもリスク対応手続きであることには変わりないので、まあ、A は丸ということでまあここはどちらかというと「う」と「絵が丸でね切ってほしかったかなというところです。はい、じゃあ残り3問。 えー、パッとねね見ていきましょう18番です、ね、問題18監査報告書の記載事項、えー、これも中程度なんですよ。で「えー、とあ」はねこれは独立性に関して全てね、えー、いろんな規定を満たしてますよっていうことの表れが監査報告書のタイトル「独立監査人の監査報告書」なのでこれはその通りと。で「えー、っと今ですねあのー、このね 不適正意見なぜ不適正じゃなくて限定付き適正意見にしたのかっていうこの理由を明らかにしなきゃいけないっていうのはまさに令和1年の監査基順改定で書いてあっただからまああと「い」でね正直私の講義を受けてくださった方はできたかなと思うんですだから正当可能性こうでもよかったんですが「えう、っ」と「え」がねちょっと難しかったかと思いますまあただ「う」もですねこれもねえー、財務省の作成責任が経営者にあるのはこれえー 経営者及び監査役等の責任については、経営者及び監査役等にはって書いてありますけど、監査役には財務省の作成責任ないですからね。ここは誤りですよね。はい。で、う、えー、も、うはね、これはちょっと難しかったと思います。うは、環境は720の新しいね、環境のその他の記載事項の、まあ、その他の記載内容のところで、えー、これ修正に応じない場合はね、あの、追記条報じゃなくて契約解除とかね、その他法令、えー えー、法的な権利義務を検討した上で適切な措置を取りましょうって書いてあるのでこれ追記じゃないんですよ。ということでまああと意、e、がねあるいうことでできてほしかったかなというところではありますね。はいで問題19ですね、えー、これ意見表明しない直接の原因これもねできましたよねおそらくね、えー、意見を表明しないってことですから要は監査範囲の制約かどうかってことです、ね。意見に関する除外じゃなくて監査範囲の制約かどうかと ということで,すで「すあ」のね連結の範囲に含めない理由は会計基準に準拠してないんだからこれ、えー、意見に関する除外ですよ。で「い、えー」のね評価とか対応策を示さないまさに監査範囲の制約「う」のこれ将来どうなるか分かんないこれ未確定事項ですこれもまさに監査範囲の制約に準じて意見を表明しないことを検討するって話で「え」の循環取引により売上げが計上されている課題計上もうこれは 誤り虚偽表示ですから、ねえー、これは意見に関する除外ということでいとこれはできてほしいですね。はいで最後です、えー、問題20不正リスク対応基準ね、えー、これもですね正当可能性高いというふうに考えております。で、えー、これはねまあ「あ」はね、えー、一応これはその通りなんです不正リスクに対応するための手続きを明らかにしたんであって固有の手続きを追加するもんじゃないと。でうもね えー、経営者が関与する不正を発見した場合、これもでも過去何度も出てるんですけどね。経営者が関与する不正を発見した場合にはね、ね監査人はその経営者に修正促すんですよ。経営者が関与している不正だからって経営者に言わないんじゃなくて、経営者に修正を促すんです。ただから正しい。ただイとエが絶対バズなんですよ。イは四半期レビューにはね、えー、不正リスク対応基準適用されない。中間は準用されます。中間は準用されるけど四半期レビューには準用されないし。えー の経営者は誠実だとも不誠実だとも想定しないっていう立場でした。ということであとうということになりますなのでね、えー、まあこれ今ずっと言ってきましたがもう一回まとめると正当可能性はねこうやって1問目から20問目までこういうふうな形になります。 これもちょっと動画止めてみていただければと思いますがでこれでねあのご、えー、見るとですねこれ1から2時までこうやってあって、えー、見ると正当可能性高い問題が8問、えー、中程度が7問あの低い問題が5問ということで、まあ、この中でね、うん、正当可能性高い問題を67問取るとで中程度の問題をまあ5問ぐらい取って低い問題を1問ぐらい取ってなんとか13問程度ね 13問程度つまり65%程度、えー、65点、えー、これをボーダーラインというふうにレックとしては考えているというところです。まあ、あくまでもね、えー、レックの予想だって実際の合格ラインじゃないいうだけはねご了承いただきたいと思いますがまあねこの13問が限界かなとこれ以上取れた方はねあのもうアドバンテージだと思っていただいていいと思います。はい、ということで、まあ、今回ねざっと見てきましたがとにかくね今回難しかった。 前回の本試験よりも2問取れないそういった予想をしておりますのでまあね今回たとえ50点ぐらいだったとしてもですねあの決して諦めることなくねこれもう,もう本当にね、えー、合格発表までもうあのもったいないですからあなんとかね頑張っていただいてこれ50点でも全然受かると思いますのであのなんとかね、えー、引き続き勉強を進めていただきたいと思います。はいえーまあ、今回ちょっと難しいですが この傾向がどうなるかね、あの次回はまた簡単になるか分かんないですがただ言っても過去問からいいっぱい出てるんですよ。過去問ちゃんとやってればねあの中程度の問題でもある程度ねあのここは罰だろうなっていうことが分かるのでとにかく過去問の重要性がまた浮き彫りになった本試験だったというふうに思いますね。 はい、なので是非、えーえー、この問題ね、えー、あと論文これあの別に担当ねあの受かられた方がこの担当の問題意味ないわけじゃなくて論文でもですねこの担当で出た論点が出る可能性ありますからしっかりとね復習しておいていただきたいというふうに思います。 はいえーまあ、とにかくね今日はあのもう本当にお疲れ様でしたで、ねえー、少しあのゆっくりしてからまたね、えー、勉強ね、えー、論文に向けて頑張っていただきたいと思います。はいえー、それでは「カウンサロン」の令和4年第1回担当式試験の回答速報をこれで終わりにしたいと思います。どうも皆さん、えー、お疲れ様でした